ニュースポスト7です。2月上旬、都内の高級中華料理店で火鍋パーティーを楽しむ綾瀬はるかさんの姿をキャッチしました。居合わせた常連客によると、綾瀬さんは女性4人組で来店。この日は同席者の誕生日を祝う会だったようで、綾瀬さんはおめでとう、いい1年になりますようにと祝福していたとのこと。芸能関係者によると、綾瀬さんはここは私に任せてと幹事を買って出て、お会計も全部綾瀬さん持ちだったそうです。ニュースポスト7。